に一度の人気コーナー吉田テルミ科学のニュース油絵のコーナーです。テルミさん今月ははい、一応ツイッターでもねタイトルだけはね、はい、前もってちょっとお知らせしたんですけど、立ち上がったのはクエスチョンマークでタイトルが、海外のメディアって言えばもうあれしかないんですけど、この絵は一回描かなきゃいけないなと思ったんで描きました。ということで、まあとにかくこれは描かないでいられないっていうか、ただね、他の要素は入れたくなかったんですね。やっぱりしおりさんだけで、まあ、やりたいという思いで、結局これなんだかんだ言ってですね、日本のメディアは NHK はじめ民放各局もこの問題についてはほとんど取り上げてないと、ニューズオプエドと東京新聞と日刊現代ぐらいしか、まあ、やってないんじゃないかなという状況で、まあ、ニューヨークタイムズも結構大きく取り上げてね、山口氏とそれから安倍さんとの関係なんかも関係性なんかもちゃんと記事にしてると、でフランスなんかもヨーロッパもいろんな国がねこれ取り上げてて、フランスはなんか大きいところが5つぐらい結構取り上げてて、なんで日本はこれを取り上げないのかっていうのは素朴な疑問でずっとありますね。ミーツーなんていうのがねそれこそハリウッドのあれで問題になってるんですけど、これから始めないと、その後の電通のやつは2番目のはずなんだから、やっぱこれを取り上げないっていうのはなんか故意に取り上げてないとしか思えないし、まあ政治家の方々政党もですね、まあ森友子さん中心となって今やってますけど、それに対して自民党と公明党の議員はなんでそれに賛同できないのかっていうのが最大の疑問ですね。メディアは死んでいるのか、政治家の方々も本当に死んでいるのかというふうに、まあ憤りにも近いような思いを込めて今回この絵を描かせていただいたということです。素晴らしいです、ね、あんまり似ないとダメなんでね、しおりさんをなんとか似てますね。本当僕は直接お会いしたことがないんで、上杉さんお会いしてるでしょ。上杉さんもお会いしてます。上杉さんもはいお会いしました、ね、非常に似てますっていうか、似てますね。それではよかった。よく本当に特徴をつかまれていますね、これあれですね、このペンも似てますよね。ペンが似てるでしょこれ外国のペンですか日本のペンじゃないんですね残念ながら、ね、そこに意味があるわけですね、ま、そうですね。ブラックボックス、この後ろのこの桜みたいなこの色は桜じゃないです。これこれはまあ怒りの赤、茶化すのやめてください。怒りの赤です。怒りの赤、これもしかして怒りの赤じゃないですか。今言ったばかりです。当たっちゃった。とにかくしおりさんの顔だけ本当は描きたかったんですけど、それだけだとまたちょっとなと思ったんで、まあ多少のメッセージをそこに込めさせて、あとは必要ないなと思ったんで。これ2番目の傑作って言うんですけど、これは最もなんか嬉しい絵ですね。てかうまいですね。これ横から見ると目がね浮き出てこっち見てみたい。すごくこうすごい。なんか命が吹き込まれてるような、なんかそう言っていただければありがたい。モナリザみたい。これだけど上杉さんの見通しとしてはもう日本のメディアはこのまんまなんですか。うん、まあやらないでしょうね。もう断り、やらないですね。テレビ読者からはモーニングクロスでもやっていますよ、しおりさんの件という。モーニングクロスはやったふり、あれは中身見たけど、とりあえずエキスキューズでやるんですよみんな。だからやるっていうのはちゃんとやっぱやんないと、でそこで一緒にされちゃうと、オプエドとかね、さっき言ったように日刊現代、東芝、週刊新潮がやってるのと一緒にされてると、やっぱりちょっとね、やっぱり本当にきちんとやるんだったら民放連の会長を含めて民放連から出るぐらいの覚悟でやらないと。モーニングクロスは森友子さんのあの動きはどうなんですか今後。森さんもこっちに来ていただいたんですけど、やっぱりね、与党の方の声かけをしてなかったんですよ、僕ここで聞いたんですけど。なるほど。だから森さんに言ったのは、与党にもちゃんとね、自民党公明党にも出てくださいと、そう、それがどういう反応するかっていうことですよね。ね、だからそのあたりはやっぱりね、この、だから立憲民主党もちょっと弱い感じしますね、この件に関しては、ね、立憲民主党はね、何度も言ってますけど、立憲民主党にいる人の幹部が、要するにこの、質問に対して慎重にすべきだと言っちゃってるわけですよ、慎重にするべきで、これ政治用語でやるなってことですから。あ、そうか。で、もともと内閣官房にいた人ですから、要するに中村至さんというね、こちらの逮捕を止めた人、止めた人ね、に弱みを握られてるんです、みんな。だからそういう意味では、もう政治も行政もメディアもグル、だから彼女はそこに対して向かっていくのは、これまさにブラックボックスなんですよ。これずっと言ってるように、どれが味方じゃないんです。みんな味方のふりをして、それ情報を取ってって、それで
こっちを潰す、つまりちゃんとね、うん、声を上げた人を潰す、スパイで送り込まれてるんです。でも悲しいですね、海外のメディアがあんだけ報じてるのに、うん、日本の報じ方っていうのは何なんだ。ニューヨークタイムズなんかはね、リッチ元子さんが、まあ、今の支局長がね、うん、彼女が、まあ、ずっと実はね半年間やってて、うん、彼山口にもインタビューしてるんですよ。で山口にもインタビューした上で、うん、彼の言い分も載せてやってるのに、うん、日本のメディアいつもだったらニューヨークタイムズに乗りましたとか言うじゃないですか、うん、全然つかないです。なぜかというと自分たち都合悪いから。あと山口さんに関してはそのスパコンとの関係性みたいなものっていうのは今後どうなんですか。そこは行くかもしれません。そこは行く。ただそのでもそれ結局尻尾切りみたいな方向性に行くわけですか。官邸の方は切っちゃって、むしろこっちのしおりさんの方じゃなくて、うん、スパコンの方の計算書ルートじゃなくて課金費の文科省ルートが出ましたよね。 あそこの方で出てるのかな。まだ出てないから、出てないとしては出ますけど、でそっちの方で行くというのはこれもう文科省の方は経産省と違って、こっちで とりあえず取っとけと、落としどころで再逮捕されたんで、行くかもしれないし行かないかもしれない。ただ問題はこっち、これはもう世界中で起こってる問題を日本だけがやっぱり放置するっていうのはおかしいと。明らかに不自然ですね。不自然すぎる、はい、不自然すぎます。それは本当にあのメディアで働いてらっしゃる方々がやっぱり思いっきり自戒していただかないと、あとね、もう最悪の状況ですよね。これ繰り返すように、これは何かというと当事者がいるわけですよ、うん、TBS なんです、うん、メディアで、はい、で TBS の民放連の今会長は TBS の元、うん、今の会長ね、はい、井上さん、そして武田さんもそうだけど、うん、事件を2年半前に知ってたわけです、もう3年前に、うん、だから TBS は率先してこれを報じないといけないんです、うん、そうしない限りは永久に変わらない、うん、でさっき言った質問があった、うん、モーニングクロス、これはね、うん、TBS の子会社が作ってるんですよ、うん、この番組は。メックスじゃないですから。だからガス抜きで、うん、TBS の報道特集のキャスターもそうだけど、うん、ガス抜きで彼女に接近して質問だけしといて、うん、これはやりましたよというエクスキューズ使ってる、うん、でだから本気に TBS が自分で報道番組だ、それからテレビ局だって言うんだったら、うん、1回でもいいからこのしおりさんを番組に出して、うんうん、山口を退去させろと、そうだったら、まあ本当そうですね、それぐらいの覚悟はないのにジャーナリズムって言うなと、うん、TBS ごときが、うん、あれ警察審査会で一回不起訴というか、うん、起訴しないって決まったじゃないですか、うん、小沢さんの時もう一回やりましたよね、うん、もう一回やるってことできないんですか、うん、まあ、今民事やってますからね、だ民事の方でやってるから、まあ、そっちを優先すると、うんうん、民事の方はどうなっていくんですかこれ、まあ、民事はだってこれどっちが勝ちってないわけですよ、うん、法制度上、うん、だってどちらが何パーセント、交通事故もそうですけどね、うんうん、でそれで、まあ、どっちが勝つというよりも何パーセントの割合だと、うん、っていうことで、まあ、状況というか、うん、そういうことが明らかになる、ね、だからそこから認めて、そうですね、中身が分かってくると、うん、ただ刑事と違って強制力はねぐっと弱まるんで、弱まるわけ、例えば裁判所を伝わ、あの使えて証拠を出せと言っても、うん、民事の場合はねぐられるかもしれませんからね、うん、その辺がね微妙かもしれませんけど、そんなことよりこれあれじゃないですか、怒りの赤じゃないですかこれ。そう、さっきあの言いました、もうこれ3回目ですよ、次にお持ちいただいて、はい、ありがとうございました。3回目ですよ、怒りの赤です。わかりました。もう皆さんからもたくさんコメントいただいて、後ほどご紹介したいと思います。テレミさん、ありがとうございました。来月よろしくお願いします。ここで一旦 CM をご覧ください。